皆さんこんばんは、今日は第8回の、稲垣明義の坂の上の雲に向かってということで、先週ですね、この桂文雅さんに来ていただいて、このポスターにある11月29日、はい、今度また迫ってきましたけれども、はい、この、11代目桂文治さんの、まあ、初代文治あ11代目桂文治さんと、文雅さんが、来ていただいて、初代文治没後201年の記念の落語会が、はい、29日の日に四日市文化会があるということで、まあ、先週来ていただいてその PR とで落語の魅力を話してもらってたら時間が来ちゃいましてすぐ経ちましたね。でその桂文治さんっていうのが四日市ご縁があるよっていう話を、はい、まあ、本当はちょっと皆さんに知っていただきたかったんですけれども、まあ、そこがちょっと全く伝えることができずに、まあ、持ち越しになりましたね。終わっちゃいましたんで、まあ、今週またちょっとご無理を言いまして、はい、よろしくお願いします。そんな話を今日はぜひしていただきたいなっていうふうに思ってまして、まあ、落語非常に歴史があるっていう中で、まあ、この桂文治さんっていうのが、はい、まあ、初代文治さんがいなければ、ええ、今の桂はないという話を、まあ、先週お聞きをしましたけれども、はいはい、じゃあこの大元のですね、はい、その初代の、まあ、桂文治さんっていうのはもともとどういった方なんですかね。これね、はい、職業がどんな職業で、はい、それから、まあ、どのような顔つきでというのがね、はい、なかなか職業は全く分かりません、はい、顔はね絵姿がいくつか残ってる、残ってるんですか、まあ、これなんかまさにその通りなんですね。これがそうですね。ただまあまあこれはイメージでもちろん書いてるわけですから、はいはいはい、私も現物というか、はい、本人に会ったことないですから、まあ、200年前に殴られてますよね、はい、そういうことですねそやけど少なくともね、はい、大阪に大雄寺という大きな梅田にお寺があるんですね、はいはい、そこのどうやら檀家やったみたいですね。大雄寺さん、大雄寺さんで、まあそういう意味で言うと信仰心もそこそこ熱かった方やと思うんですが、はいはい、それでまあ座間神社、皆、うん、座間さん座間さんって言ってますけど、本来はイカスリ神社って言うんですがね、うん、ほうほうほう、今の大阪の本町、はい、ちょうど、まあ、梅田と難波の間ぐらいですね、ほうほうほう、そこの本町にあるそのイカスリ神社というところで、はい、まあ、初めて、はい、寄席というものを開きました。はいはい、は寄席っていうのはね、はい、定義しますとね、はい、一定期間、一定期間入場料を取ってで、はい、まあ、落語とかいろんなものをしゃべるということですね。それを寄席とこう呼ぶわけなんですね、はい、それを大阪で初めてこの方がやりだしたんです。寄席のスタートは初代桂文治さんからスタートしてると。そういうことです。なるほど。だからこの方がそういうことを始めなかったら寄席というものが、うん、大阪で定着するのはもっと後でしたでしょうね。それまではホスト落語家さん、まあ、っていう職業とは違うかも分かんないですけど、はい、この話す人は、はい、お金はあんま取ってなかったお金は取ってるけど、ね、お金はいただいてますけども、はい、その入場料制みたいなのはなかなかあれやったと思います。ただやってたかも分かりません、うん、ただ寄席というのをはっきりとやりだしたっていうのはもう文治さんちゃんと一定期間桂文治が話をするよと、はい、で入場料いくら取ってやりだしたと、はい、やりだした。これはもう間違いないですね。なるほど、うん、でそこからスタートして、はい、まあ、今日でも寄席っていうのは、ね、はい、言われますけれども、はい、ずっとそれがじゃあ永遠と続いてると。そうですね。それとその桂文治の桂何がというお弟子さんがね、はいはい、たくさんできて、はい、そのお弟子さんが随分後々活躍したんですね。それでまあ言うたら駅伝形式でこう、はい、まあ、だから伝統芸になってきて、ってきて、でその元の桂文治さんが、はい、まあ、大阪で、はい、その太夫さんっていうお寺の檀家さんだった、まあ、大阪の方ですけど、はい、その方がこの四日市との縁っていうと、はい、どうなつながりはやっぱあるんですか。さあそれがね、分かりません、うん、分かりません。正直言うと分かりません、はい、どういうことかよくわからないんですが、はいはい、ただ泊まり四日市の泊まりというと、ああ日永のあたりの泊まり、泊まり、ね、泊まり山、はい、霊園っていうところ、泊まりお墓がありますよね、はい、そしたらそこに仏性院というお寺の仏性院霊園っていうのがあるんです、はいはい、そこに文治の墓がね、まあ、残されてるんですね。四日市に初代文治さんの墓があると、うん、あります、はい、でこれがまあ一つはもう決定打であるだろうというふうに言われてたんですよ、はい、うん、言われてたってことはどういうことかって言うと、私は初めはね、はいはい、と疑問視したんです。本物かどうか、そのお墓がまずね、うん、正面に桂文治ってちゃんと彫ってあるんですよ、はい、ところがね、うん、これを落語家と限定するのはねちょっと無理があるんですね。例えば桂何がしっていう普通の名字の人もあるわけでしょ、桂さんという人いますわね、いますわ、うん、で四日市にもねやっぱり大きなお家で桂さんおられたと、うん、はい、そこの文治さんやったらそれは墓も建てるやろうん、それから法名、うん、言うたら浄土真宗のまあ
戒名みたいな、ね、はいはいはい、法名が釈空海ってなってるんですね、はいはい、あの浄土真宗は釈何々っていうのがつきますね、はいはい、空海っては空と海って書いてあるんですね、はい、いわゆる小坊大師、小坊大師空海、はい、これはねちょっとつけにくいですよ、つけにくい確かにね、恐れ多い釈空海、なんぼね真言宗の開祖の名前で浄土真宗は関係ないと思って、はい、つけたりしてもやっぱりそれは関係ないことないと思いますよね、はい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 、それからあの疑問視するとかいくつもあったんですが、はい、あの去年その200年 の記念ラブやらせていただくときに、はい、いろんなことを調べましたら、はい、どうやら四日市の方へ巡業をしてきて、つまりあの、うん、旅行業ですね、うん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 、それでどうも亡くなって、うん、まあ、その辺りの土地を治めてた方が、うん、あの葬ってくれはったということらしい、うんうんね、なるほど。で、まあ、本来仏性院というのはだいぶ離れたところにあるんですけど、はい、そこの墓場にあったんですが、はい、四日市の戦後の、まあ、土地のね、はい、あの改革というか、はい、あれで泊山の霊園の方へ持っていった、持っていたと、そうそう、書き物とかそういうのできっちり残ってるわけでは、初代文治さんが、うん、まあ、四日市亡くなったとかですね、はい、そういうものが残ってるわけではないんですか。ないです。ただね、あの娘さんが後々ね、はい、どうやらそうらしいというのを言ってる証言はあります。あ、へえ、その200年前のに娘さんが言ってる証言が残ってる。はい、あの僕ら明治に入ってぐらいからですけど、あ、はいはいはい、あの残ってます確かにね。あ、そうなんですね。うん、それで、あ、せやから明治以降の本にそれが、うん、本人が書かれてるということでしょうね。あ、まあ言うたらそれを聞いた人が書いたんでしょうけども、はいはい、あの、あ、娘さんが言うてんやったら、まあ、そんなに間違いないかなっていうのもまあ一つはありますけども、うん、ただまあお墓っていうのはね、うん、他の土地で亡くなってお墓建てて、はい、墓っていうのは持ってくることができますからね、はい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 、伊勢で死んで四日市持ってくることができますから、あ、できますわね、うん、それから初めは私もね、はてなと思ってたんです、はい、はてなってと思ったんです、はい、去年いろいろやっぱり調べていって、うん、あ、大丈夫だろうと、うん、それともう一つはそのお墓をやっぱり初代文治やと思って、うん、当然手を合わせるということが大事なことであるっていうふうに、うんうんうん、あの考えが至りました。なるほどな、うん、そもその落語の、まあまあ、元というか、はい、作った初代文治桂文治さんが、まあ、大阪でもちろん寄席を初めて開いて、はいはい、でも亡くなられた場所は、うん、まあ、四日市である可能性も高く、そうですね、でお墓はまあ少なくとも四日市にあるということなんですね、うん、そうですね、これはもう断言しても、うん、そんなに間違いではない、間違いではないと、新しい新事実、新証拠が出てこんことには、まあ、ちょっとひっくり返すのは難しいかな。でこれ200年、没後200年をやって、はい、これからね、今回は201年を11月29日ありますし、はい、これ202年、203年と、はい、毎年やっていくことで、はい、やっぱりこう四日市っていうのが、うん、その桂文治さんのやっぱご縁のあるとこだっていうのが、はい、これからまた新しい歴史がこれできてきますね。そうですね、ことにこの、 あの命日に、はい、この11月の29日が命日なんですよ、うん、あ、そうか、この日が命日だよね。それからこの日にこだわっていきましょう。あ、なるほど、命日11月29日曜日は変わっても毎年命日にやると。ああ、なるほど、だから平日だよねこれ。そういうことです。そうか、それと文治さんにはもう毎年これから文治さんが亡くなるまで来てもらおう、はい、ああ、今のこの11代そうですね、文治さん、ええ、なるほど。だからこの人が亡くなったらすぐ誰かが12代目になってまた来てもらったり12代を作らなかったね。そうしたらこれやっぱ桂文治さんの、ええ、もうずっと続いてるネタっていうのはやっぱあるんですか。あ、まあ、当時の初代のこしらえたネタっていうのは、はい、本当の種みたいなとこやったんですね。それをあと後々の明治、うん、まあ、幕末から明治にかけての人が随分膨らました、うんうん、膨らました。あ、そういうところは感じます。ただ文治がこしらえたと言われてるネタはいくつもあるんですか。なるほど、それを去年まとめてご席、なるほど、20日の日、あ、あの去年の29日、11月29日にやっていただいて、ね、今回の201年もそれを、これはまた文字ネタではありません。文字ネタでは今回なく、あの、ただね、ちょっと言いますとね、このラーメン屋という、はい、文字さんがやるラーメン屋というネタはね、はい、これはね、はい、柳屋金五郎という人が作ったんです。新作落語ですけども、はい、あの人情話です。人情話、鈴ヶ森っていうのはこれは大阪から東京へ持って行った、はい、宗禅寺馬場という大阪落語を、あの東京に持って行って、はい、鈴ヶ森というネタにしました。でこの持参勤というネタは昔大阪でやられてたんですけど、はいはいはい、やる人が亡くなったんですよ。ほんでもう幻のネタやったんですが、それを米朝師匠が復活させたネタなんです。で東京で実はね覚えてる人がこの持参勤はあったんで、うん、米朝師匠はその方からもらって仕立て直したと。
でこの三十石中ネタは、はい、これは初代文治から2、3代下がるんですけどね、はいはい、3代目か4代目かどちらかちょっと分からんのですが、はい、あの初代の文枝という文の枝と書くんですが、この文枝という人がこれを まとめ直して大きなネタにこしらえたと、はい、それからそういう意味ではみんなその東西の何かにはあのちなんでるわけなんですね。で結構歴史のあるネタばかり、はい、そうですね。ラーメン屋以外はラーメン屋以外は、うん、歴史ありますね。ここからおそらく江戸時代から十分やってたやってるようなネタってやっぱすごいですね。それで脈々とやっぱ続いてきてるものがやっぱあるんですね。それでその続いてきて、うん、そこにその工夫というものが加わるんですよね。あ、ね、あの先週教えてもらったまたそれぞれが、はい、何本ぐらいあるんですか、いわゆるこの落語のネタっていうのは。そうですね、まあ、15本以上のネタでしたらね、はい、おそらく500以上は500以上あると思います。うん、それで小話、まあ10秒から1分ぐらいまでの小話を入れると、はいはい、無尽蔵中というほど、もう2000以上はあると思いますね。あ、小話入れると、うんうん、この間ある人がね、うん、2000か3000ですなって言い張ったんですよ。うん、私はもうこの人の言うこと信用せんとか思いましてね、うん、2000と3000の間には1000の差があるんやそらそうやね、2000と3000はだいぶ違うよね。そうそう、この1000を一体誰が埋めんねん。これそらそうですね、ということ で結構我々気軽に使っちゃう時ありますけどね。ここではすっと言うてしまいますけど、ね、言うてしまうけど2000と3000はほらだいぶちゃうよね。なんかふっと言うのありますよね。あの逆に言いましたらねって、うん、全然逆に言ってないこと、うん、いや、そうそう、そういうのが話の流れでありますね。せやけど、まあ一つはみんなもそれはスッとスルーしますしね、はいはい、それはそれでええと思うんですけどね。大体放送、例えば文賀さんとかやと、はい、まあ、15分ぐらいのネタで500ぐらいある中で、はいはい、いくつぐらい覚えてくるもんなんですか、落語家さんっていうのは。その人によりますね。ああ、その人による。生涯10本ぐらいで、うん、あの10席ぐらいで通して、うんうん、一生、その代わりその10席は他の人に負けない10席だったんですかね。あ、はいはいはい、数が多い人はそれこそ500以上持ってたりするわけですから、はい、あ、500以上やっぱり やる人もいるんですか。 あります、あります。はあ、ちなみに文賀さんはどうだったの。私は後の方の500以上もうやる方です。やる方です。あ、いろんなネタをもう、うん、あの小学校の時から まだそういうことです、ね、頭に入ってるんですね。 それが小学校の時にまたいっぱい覚えたんです。今覚えたやつが忘れられへん。それ、ね、LB1 で聞いて。そう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 。いやー、でもそれはそういうのは忘れらんすわね。そうですね、やっぱり三つ子の魂100までしかよう言うたもんで。あー、うん、なるほどな。今それが財産になってますよね。あのそのネタを一回今度ちょっとここで聞きたいとこなんですけど、はい、まあ、今日はちょっと時間がまた来てしまいました。また時間が来てしまいました。早いですね、本当にね。また時間が来てしまいましたんで、またちょっとぜひね来ていただきたいんですが、とりあえずこれです ね11月29日に今度オールナイトでやってます。一回ちょっとずっとやりたいですね。でやりたいんですけど、ちょっとこの宣伝をせなかった。はい、よろしくお願いします。11月29日も先ほど言いましたけども、はい、四日市市の文化会館の第2ホールで、はい、文賀さんと、はい、まあ、11代目の桂文治さん、まあ、今日今お話しいただいたように非常にこの文治さん、初代文治さんっていうのはこの四日市にもご縁があるということで、亡くなってからちょうど201年目になるということで記念の落語会をさせていただきます。はいはい、あのチケットがですね、前売り券で2500円、はい、あのチケットピアで発売しておりますが、あのチケットピアまで要買いに行かんっていう人は稲垣明義をちょっと検索してもらって、ツイッターかフェイスブックメールで、あの見に行きたいんやけどって言ってもらったら、私があの売りに行きますんで、お手数かけますけど、ぜひまた気軽にお声掛けをそういう形でいただけたらなというふうに思いますが、私も11月29日楽しみにしております。ぜひとも、はい、ぜひまたあの皆さんも、はい、あの一回落語経験したことない方ですね、ちょっと見ていただきたいですよね。そうですね、落語ってこんなんなんやっていうのをもう本当に体感して、おそらくハマっていただけると思います。食べるもんでもね、いっぺん口入れないことには合うか合うか分からへんわけですからね。そうですね、ぜひそのことをあの落語今回見に来てください、はい、ということで、まあ、今日もあっという間に時間が来てしまいましたので、はい、今回の、第8回稲垣明義の坂の上の雲に向かってこれで終了させていただきます。ありがとうございます。今度はオールナイト。オールナイトで分かりました。じゃあありがとうございました。すいませんでした。9時から毎日見えチューブ。